こんにちは、チャーリーです。今回のレッスンはミスが左に来る方、この原因とどうやれば解決するのか、面白いレッスンをしていきたいと思います。ジャグル TV 始まるよ。まず球が引っかかっている方はフェースが被ったから開いて当てなければいけないというふうに考えてしまうと思います。するとインパクトで手の位置を左にずらして、そしてフェースを開いて当てよう、かぶってくるから開いて当てようと考えてしまいがちです。しかしそもそもここに大きな間違いが発生しています。ハンドファーストで強い球を打つ、このためにはインパクトで体が開く必要があります。左にミスをする人ほどグリップの位置を体に対して左側にずらして当てよう、こういうふうに考えてしまいます。右側で打つから引っかかる、左側にしっかりグリップを持ってこなければいけないと考えてしまいます。しかしここに大きな落とし穴があります。グリップを体の左側にずらしてこのまま肩を開くとヘッドがボールに届きません。グリップを左側にずらします。左肩の前にグリップを持ってきてこのまま肩を開くとクラブが届きません。なのでグリップの位置を体に対して左にずらすと体を開くと当たらないので、結果的に体を止めて打つことになり、止めて打つからフリップして球が引っかかるという悪循環になっています。なので大切なポイントはスイング中グリップの位置というのは右肩の前になければいけません。グリップの位置が右肩の前にあればメリットが2つあります。一つは今お話した体が開いてきたときにグリップの位置が右肩の前にあればヘッドがボールに届きます。体が開いていてもグリップの位置が右肩の前にあればちゃんとボールのところにヘッドが届きます。これが左肩の前にずらすと届かなくなります。グリップの位置が右肩の前、そして体が開く、ちゃんとハンドファースト、胸が開いて、そしてヘッドがボールの位置にしっかり届いてきてます。これが左にずれると届かない、空振りしてしまうので実際は体を止めて打つ、自分の中でグリップを左に引っ張ってきてこう当てた方がフェースが閉じないような気がしますが、実際は体とボールの距離の関係があるので右の前でインパクトしないとボールにヘッドは届かない、体を開いてハンドファーストに、そしてヘッドを走らせていくためにもグリップの位置というのは右肩の前になければ正しくスイングすることはできません。そしてグリップの位置が右肩の前になければいけない理由もう一つが、インパクトした後にクラブがリリースしてきてヘッドが走る、この時に右手の方が左手より遠くを持っているので手をターンさせるにはグリップの位置が右肩の前に来ないと正しくターンできません。右手の方が左手よりも遠くを持っているのに左にずらすと右手の長さが届きません。こうなるとヘッドを走らせようと思った時に左肘が抜ける、こういったフォローになる方、これもグリップの位置が体の左側にずれている弊害です。なので構えた時はグリップの位置は体のセンターにあっていいですが、トップ、そしてダウンに入ってきてインパクトの時、もちろんフリップはしない前提で当たる時はグリップの位置は右肩の前、そして当たった後にリリース、リリースした時も右肩の前にグリップがなければ両手を伸ばして手をターンすることができません。なので物理的に正しくスイングするためにはインパクトの時はグリップの位置は右肩の前、そしてインパクトポジションの形で体が開いてインパクトする、ここで当たる、ここです。あと注意したいのはグリップの位置が右側と言ってますが、右肩よりも外、あまり大きく外すわけにもいけません。これは右肘が体から外れてしまってインパクトが安定しません。
なのであくまで右肩の前、ここがインパクトのグリップの位置。右肩の前にある限り体が大きく開いてもヘッドをボールに届かすことができます。同じ右肩の前でもグリップが近い方がいい人、ドラゴン選手とか球が飛ぶ選手は右肩の前ですが手がかなり体から離れてほとんどクラブが一直線になって当てる、この方が振りやすく球が飛ばせる人もいます。なので物理的にスイング中グリップの位置は常に右肩の前、さらにフリップした時に当たるのではなくインパクトポジションに来た時には体を開いて当てる、こういうイメージで球を打っていただくと強く球を叩いても引っかかることがなくなってきて、どちらかというとインサイドから球を右に出すことができてきます。右に打ち出すことができれば右からドローボールも簡単に打てるようになってきます。引っかかるからといってグリップを体の左側に引っ張っている方はいつまで経ってもインパクトで腰や体が止まって、そして映像で見るとフリップ気味、ナイスショットをしても若干左に打ち出す、こういったことがなかなか治らないと思います。それでは最後にグリップを体の右側に置いたままハンドファーストで打てるようになるドリルをお伝えします。まずアドレスした時にグリップの位置を右側にずらしてください。グリップエンドを動かさないで素振りをします。グリップエンドがずっと右の股関節の前、ここで、そしてこのまま体を開いてインパクトします。でインパクトの時にヘッドが降り切ったところで当てるのではなく、まだ降りている最中、この辺り、この辺りに来た時に体を開いてインパクトしてしまいます。これを練習していただくとグリップの位置が右側にあるまま体を開いてハンドファーストに打つ感覚分かってきます。右にずらす、そしてここで手首だけで動かす、そしてヘッドが降り切る前、まだ途中にあるときに体を開いて打つ。こうやって打っていただくとグリップエンドが右側のまま体が開いてハンドファースト、映像で見るとグリップの位置が体の左にあるように見えますが、実際はこのまま胸を戻していくと右の前で振っている。この感覚が分かるようになってくると思います。試しにしっかり練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。